続いてはドリームプラスです。今日は弓道で全国の頂点に立った高校生です。張り詰めた静寂の中で静かに弓を引き矢を放つ、28メートル先の的を狙う弓道。今治工業高校2年、藤原優真選手は弓道部14人の部員をまとめる主将です。いろんなところ、細かいところとか教えてくれたり、まあ、面白いです。で、本当は根はいいやつです。本当は、まあ、たまに怖いです。中学時代はソフトテニスに打ち込んだ藤原選手は高校入学を機に弓道を始めました。矢を射る姿のかっこよさに憧れたといいます。簡単だろうと思って打っていたけど、思うように動かなくて難しかったです。それでもすぐに頭角を現して1年生から大会に出場。経験を積むと2年で国体愛媛代表候補に選ばれました。そして年末に行われた全国選抜大会で仲間と共に初めて全国の舞台に立ちました。中学校の時にソフトテニスしていただけあって、体の使い方自身はセンス的なものはあるなというのは感じてはいたんですけど、試合になった場合は緊張して失敗するのがやっぱり多かったので、プレッシャーの中でも同じことをやり続けれたっていうのはやっぱり彼の成長やと思っています。監督に成長を感じたと言わしめた個人戦は、外せばそこで脱落という静かなサバイバル、凄まじい緊張感の中での戦いでした。緊張したら体が硬くなってしまうので、力まずに話したらいつも通りできるので、大舞台に臆することなくいつも通りの平常心を貫き通した結果、予選から1本も外さず17本すべてを的中させて優勝を成し遂げました。快挙にも浮かれることはなく、藤原選手のその目はすでに次の挑戦へと向けられています。3年の全国高校総体で再び頂点に立つ、そのため基礎に立ち返り研鑽を積んでいます。初心を忘れてはいけないものだと思っているので、その的を意識せずにやったり、こっちだけの勝手の離れてますけど、そっちだけを練習したりって基礎練を大事にしています。まあ、挑戦は、まあ、何事にもやることはやる気は大切だと思うので、すごい気持ちを忘れずこれからも歩んでいきたいですね。弓道には正射必中、正しく矢を射れば必ず当たるという言葉があります。初心を忘れず、どんな状況でも乱れない完成された正しい形を求めて、藤原選手は今日も的に向かい心と技を磨きます。信念ぶれずに突き進んでほしいです。